こんにちは、みんなの縁側大丸やところです。秋のイベント紹介シリーズ第3弾、音楽散歩2019です。音楽散歩、去年まで僕もスタッフしてました音楽散歩はですね、杖崎宣言の中のですね、古民家がいろいろコンサート会場になってですね、いろんなジャンルの音楽がですね、もう一度に聴けるっていうですね、プチフェスでございますね。そんな音楽散歩、今年も縁があってね、私もですね、アカペラグループケムシで出させてもらったんで、その様子もちょろっとね、見せたいかなと思ってます。ぜひ興味持ったら来年の音楽散歩きっとあると思うんで、それも、ぜひぜひ行ってみてください。ではどうぞ。どうもありがとうございます。楽しんで当日マップください。もうこの人暑くて意味もったいないよ。なんで？あ、ちっちゃい。なに？しょうもないの？よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。チケットご提示ください。はい。チケットご提示ください。あ、おお。こっから先は撮影禁止だからね。ここまでにしてこれ案件で他のところに入れる。はい、ございます。玉の井、建物自体も音楽と思って楽しんで見てみようや。始まっております。緑色の寒天、淡雪の寒天、結婚式のおっちょとして三三九度の杯を注ぐ。また重たい、さっきのエクと一緒ですね。ふって分かるわ、ぐって憲法中、
い、音楽散歩2019どうでしたか。歌ってましたね。はい、歌いました。本当にありがとうございます。そういう機会をくれていいですよね。その音楽がこう街に流れるのいいよねって言ってね、大丸山ですもん、月に1回ですね、その歌声喫茶をしてくれてるんですね。それもぜひ1回よかったら遊びに来てみてください。というわけで、怒涛の、3日間でしたが、まあ、ゆるい感じですいませんでした。これからちょっとまたおしゃべりとかね、いっぱいある、動画も、出していきたいと思います。というわけで、怒涛の秋の、3回イベントシリーズでございました。じゃあ強く生きろよ。バイバイ。